んにちは、ファゴット奏者の松崎康子です。こんにちは、オーボエ奏者の森玲子です。今日はフィンランドで多くのオーケストラ奏者が使っておりますこちらエルゴブラスの商品を紹介したいと思います。エルゴブラスの商品はフィンランドでデザインされ、フィンランドで製造されています。と昔はあのガンバを足に挟んで使っていたんですけども、エンドピンをその後使うようになったというアイデアをですね、管楽器にも使えないかというのが考案者の陽子さんのアイデアですね。私はね1ヶ月ぐらいですね、使い始めて1ヶ月ぐらいになるんですけど、安子さん使い始めてどのくらいになりますか？そう、私は使い始めて半年ぐらい経ちます。あの数年前に左手首を痛めてしまいまして、その後腱鞘に悩まされることが多かったのですけれども、あのエルゴを使うととにかく左手に重さがかからないので手に負担がかからない、うん、そしてあとあの左手の指、特に低音が、うん、あの自由に動かしやすくなりました、うん、そしてあの手に楽器の重さを感じないので上半身をリラックスした状態を保つことができまして、あの、うん、呼吸も自然にしやすくなったかと思います。なるほど。レイコちゃんはエルゴを使ってみてどうですか？はい、そうですね、今イングリッシュオールを持ってるんですけど、ちょっと仕事で実は吹くことって本当にシーズン中少なくて、でも一回仕事で吹かなきゃいけないときは集中して練習するんですね。そうすると結構手が疲れて痛くなったりすることもあったんですけど、まあ、エルゴを使うようになってすごいそれが楽だなと感じるようになりました。それと高校生の時にとって手を壊して全然楽器持てない時期があったので、まあ、そうやって楽器を持つのはちょっと難しさ感じている人とか、まあ、手の筋力が落ちたなと思っている方には新しいサポートの形でとてもおすすめできるなと感じました。と肩とか、ね、首へのストレスが少ないので、もう実際手とか指に力入れることができないかなと思って、それはすごいいいな、リラックスして使えるなと感じてます。でこのファゴットの方のエルゴはどうやって使うようになってるんですか？ですね、あのこちらここを外してこうやるようになっています。あのオーケストラでは休憩というか、あの曲の途中にこう休める時にスタンドに置くことが基本とかありまして、でこの装着はもう早く簡単にできるだけできなきゃいけないんですけど も、とにかくシンプルで簡単に装着することができます。ただ私はあの楽器持つのがあのただ手の力だけだと怖いので、安全のためにあのストラップも使って事故が起きないようにしています。そうですね、これイングリッシュオールもオーボエも両方使えるようになってて、今日はイングリッシュオール使ってるんですけど、同じですね、ファゴットと一緒でここに付け葉の話ができるようになってるんです。一つ注意があって、このねリングがないとエルゴ使えないので、それはちょっと必要かなと思いますけど、もうあとはもう椅子にこうやってスタンドを立てて、もう自分の好きな高さにここで調節できるので、背の高い人でも背の低い人でも子供ちゃんでも誰でも調節して、立って吹く時も使えるね、なんかアジャスターもついてあるのね。それはファゴットも一緒ですね。